黒川温泉。黒川温泉は、熊本県阿蘇郡南小国町にある温泉である。阿蘇山の北に位置し、南小国温泉郷の一つを構成する。抗義の阿蘇温泉郷に含む場合もある。全国屈指の人気温泉地として知られ、2009年版ミシュラングリーンガイドジャポンで、温泉地としては、異例の二つ星で掲載された。なお、黒川温泉の名称は2006年に、 地域団体商標として商標登録、地域ブランドされている。田野原川の渓谷の両側に24軒のこじんまりとした和風旅館が立ち並ぶ。温泉街としては川の流れに沿って東西に延伸しつつある。渓谷にある温泉地であることから収容人数は少なく、旅館組合の主導で観楽的要素や派手な看板を配して統一的な 街並みを形成する方策をとっているため、落ち着いた雰囲気を見せる。ほとんどの旅館に露天風呂があり、旅行者は入湯手形を購入することにより、3箇所まで選んで入浴することができる。杉の木を利用した手形は、温泉街の中心に位置する、旅館組合の事務所案内所で入手できる。温泉街には2軒の共同浴場が存在する。温泉としての歴史は古く、 以下の伝説がある。もともと、阿蘇外林山に位置する山あいのひなびた湯治場であり、旅館の経営体も二十数件で、農家兼業が多かった。1964年に、南小国温泉の一部として、国民保養温泉地に指定され、勝山並みハイウェイが開通したことで一時的に盛り上がりを見せた。農業など異業種からの参入も含めて、 現在も営業している旅館のいくつかが、この前後に開業。しかし、休日以外は、客足は伸びず、温泉地でありながら、湯を楽しむ客よりも、宴会客中心の状況が続いた。さらに、ブームは、数年しか続かず、増築をした旅館の多くは、多額の借金を抱え混迷が、続た。そんな時代でも一軒だけ客足の絶えない宿があったが、それが、 黒川温泉の父とも言われる、後藤哲也の経営する新名館であり、現在の黒川温泉の子紙となっている宿泊施設である。当時24歳の後藤は裏山に、のみ一本で洞窟を掘り始めた。風呂に魅力がなければ客は来ないと考えていた後藤は3年半の歳月をかけ、間口2メートル、奥行き30メートルの洞窟を完成させ、 そこへ温泉を引き洞窟風呂として客に提供した。さらに、後藤は、裏山から何の変哲もない多くの臓器を運び入れ、あるが、ままの自然を感じさせる、露天風呂を作った。他の旅館の経営者が、後藤の教えに習って露天風呂を作ってみたところ、噂を聞いた、女性客が続々と訪れ出したため、後藤を基人変人扱いし白眼視していた。 他の経営者たちも彼を師匠と仰ぎ、そのノウハウを濃い、実践に移した。後藤のテーマは、ただ一つ、自然の雰囲気であり、現在の黒川温泉の共通理念となっている。温泉は、自然に出るのだから、作りも、自然にしなければならない。自然を生かすにはどうすればいいのか、客を引き止め、リピーターを確保できる。 黒川温泉のセールスポイントは何かを模索した、その答えが露天風呂と田舎情緒であった。また、単独の旅館が栄えても温泉街の発展には繋がらないと考え、温泉街一体での再工作を練った。その他、様々な案が浮かび上がっては消えるなど試行錯誤の連続であったが、後藤の指導のもと、すべての旅館で自然を感じさせる露天風呂を作ることにした。 その中で露天風呂を作れない旅館があったため、それなら、いっそのこと、すべての旅館の露天風呂を開放してしまったらどうか、という提案があり、昭和61年、すべての旅館の露天風呂に自由に入ることのできる入湯手形を1枚1000円で発行し、1983年から入湯手形による各旅館の露天風呂巡りが実施される。さらに、街全体に、 自然の雰囲気を出すため、全員で協力して雑木林をイメージして木を植え替え、街中に建てられていた全ての看板、約200本を撤去した。その結果、温泉街全体が自然に包まれたような風景が生まれ、宿にはひなびた湯の町情緒が蘇った。この企画も、代々的な PR を行わず、口コミによる観光客増加を待つのみであった。また、 この頃は修学旅行生も頻繁に受け入れており、手頃さも売りにしていたが、これが結果的に走行し、リピーター確保につながっている。また、熊本新聞など地元メディアに情報を発信したり、福岡市で PR を行ったりもしている。こうした地道な努力の甲斐もあり、1978年、昭和53年頃からは旅館への養子縁組や U ターンで、 若者が入り始めた。街全体が一つの宿通りは、廊下旅館は客室、いつしかこの言葉が黒川温泉のキャッチフレーズとなった。口コミはインターネットなどでも広がり、ゴーストタウン同然だった、東温泉街が人気温泉へと変貌を遂げるようになった。1998年に福岡の旅行情報誌、ジャラン九州発の人気観光地調査で、 第一となった。2000年以後には、テレビ番組や各種雑誌などにも、盛んに取り上げられるようになり、知名度は一躍全国区となった。また、その評判は海外にも発信され、今日では、アジア諸国や欧米からの来遊者も多い。現在では、全国の温泉経営者や、旅館組合関係者がノウハウを見学、視察に訪れるようになり、 温泉手形による湯巡りは全国至る。温泉地でも放されるなど各地で同様の試みがなされている。現在地には拡張が困難な施設が多いことから、さらに川を登った東の地区等へ新たな施設を開設する等の事例が見られる。また、現在では手形による日帰り客で休日を中心に混雑し、本来のお客であるとマリ客がゆっくり入れない等の 問題も生じている。このため、立ち寄り型の旅行会社のツアー客には、手形を販売しないという方針を打ち出すに至っている。熊本市、別府市からは、九州横断バスが利用できる。自家用車の場合は、九州自動車道熊本インターチェンジより、国道57号線、山並ハイウェイ、国道442号線経由。また、福岡からの高速バスが、 九州参考バスとたバスによって運行されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。